トラニューサンドです。そしたらゼファー1100キャブの流用の総合テスト2回目やっていきたいと思います。今回はまともに走れたことですごい嬉しいんですが、夜景色見たらねちょい気持ち濃いめというか、まあちょっと 1,2 番にちょっとまあ問題って被ってはないんですが、なんかね夜景色がこう汚い色というか、まあ、この辺のなんていうのか外視を見ると白く焼けてるから薄いのかなって思うんですけど、なんかこう茶色く焼けてない感じっていうか、なんか黒い感じというか、これやっぱねエンジンの状態なのかなって思うのが、やっぱ1番に関してはこう綺麗になんか焼けてくんないんですよね。それがなんか不思議なんですけど、で一応これ光当たってるけどやっぱスロー系統がやっぱ薄いんですよね。だからあの40全部40に変えてみましたけど、やっぱ薄いみたいで、まあパワーフィルターつけてるからってのもあるんですけど、ノーマルで35なんですが、まあ2段上上げた程度じゃちょっとまだ足んなそうで、まあもちろんスクリューの調整で濃くしたりとかして増やせばいいんだろうけど、やっぱその辺ってバランスじゃないですか、このファイルとスクリューの開け具合とかって。だ単純にまだ薄いみたいなんで、あと1段か2段かな、ただこの感じだと2段上のような感じもするんですが、実際そんなに走り心地は悪くないと思うんですよ。ただね走っててちょっとこの発進時のフィーリングがあんま良くないから濃くしてもいいと思うんですよ。これよりかはね、40よりかは、42かもしかしたら冒険じゃないけど44、45だけ次、42と44だけの次はちょっとその2段上か、2段上で合うかちょっと濃い感になるはずだから、ちょっとまあ無難なのがこれより上42とかなのかなっても思ってるんですよね。まあもちろんこれ各気筒でスロージェットも焼け具合ちょっと違うので何とも言い難いんですが、まあ大体もしかしたら42ぐらいで合うのかなと思ってます。だからこのスロー走っててスローから2乗に変わるライン、多分2、3000ぐらいに若干やっぱこのガタじゃないけど少しなんかこのもたる感じが出てるから、まあ、実際このキャブ自体あのスローじゃなくてニードルジェットはあの交換したりというかあの調整できるあのクリップダウンじゃないやつなんで、ニードルはもう考えなくていいんですよ。考えなくていいというか、まあ初期値の状態から変えられないから、ニードルはとりあえず考えなくていいんですよ。としたらやっぱこうメインの夜景メインの大きさでもう調整するしかないんですけど、とりあえずこの走ってて思うことは 2,3,000 にちょっと谷が若干ある感じがするんですよ。少しこの 2,3,000 通過するときになんか少しグッてなんかパワーが落ちる瞬間みたいなのがあるんで、それが多少濃くするかファイルとスクリューちょっと開けてこう燃料を多くすればもしかしたら良くなるのかなって感じなんで、まあとはいえ焼け色見る感じスローはちょっと薄そうだから1段上げるってのと、まあスクリューでも多少調整しようかなとか、やっぱアマゾンでジェット買うと届くの遅いんですよね。メインジェットも届かんし、スロージェットも42注文したんだけど、4日後か3日4日後ぐらいになるし、ちょっとまあ時間が空くから、その間はまあとりあえずメインジェットだけ変えて、スローはもうとりあえずパイロットスクリューの調整でどうにかして走ろうかなって思う。3回目はそうしようかなと思います。とりあえず1番気筒は、焼き方的には微妙なので、2段下ぐらいかな。これ112ついてるんですけど、なんかね、ただ、濃くもないから、例えばこの灰色だから、なんていうのかな、これがちょっとなんていうのかな、ほんのりになるぐらい。ちょっとこれ写真で見たら、フラッシュが当たっててちょっとこの明るく見えるんだけど、実際ちょっと暗いんですよ、これ。だから暗いから、あと1段をちょっと多分2段なんですね。ただ2段下ぐらいが多分ちょうど良くなるんじゃないかなって踏んでるから、112から108にしようかなと思います。で、次2番。2番に関しても、なんかこう茶色みがあるから、まあこれちょっとあれ、こんなときあの、かじり防止の液体なんで、それ前回の同様に、かじり防止剤の液体が塗ってあるから、ちょっと汚く見えるんですよ。ここは関係ないんで、気にしないでください。とりあえずこっちもね、ただ1番よりかは焼け色はマシかなって思います。ただね、こっちもやっぱ黒めなんですよ。濃いめだから、あ、まあそもそもあの真ん中、2番、3番濃いめになってたから、この、ゼファー400の、このキャブのセッティングからトレースして、真ん中の2発は濃い、1段上の濃くなってるっていうのがあったから、115? まあ、その、あるやつで115だったから、115つけてるんですよね。だから1番よりか濃いのは当然なんで、ちょっと濃いめで、これもフラッシュ焚いてるから、こう、ちょっと明るく見えるんだけど、実際は黒いです。黒いってまあ、被ってないですけどね。実際これ黒目なんで、これに関してもまあ2段下ぐらいなのかなって思ったんですが、とりあえずはこのなんていうのか、まあ、若干茶色さはあるんですが、1番と揃いで108にしようか、単純に2段落として110にしようかって迷ったんですけど、多分ね、多分この焼け色で
考えるのであれば多分2段下ぐらいでいいんだろうなって思って110にしました。なので1番が108にして2番は110に変更しました。でスローに関してもやっぱ1番と同様にちょっと干からびてるんですよね。まあ薄すぎるってわけじゃないんだけど、まあ、フラッシュ焚いてやるからこうちょっと明るく見えるんだけど、実際結構乾いててなんかパサパサしてる感じなんで、ちょっとほんのりさがないというか、あともう少しなんですよね多分ね。このもうちょいこの黒いのが薄くピターってこうなってきたらいい感じだと思うんですよ。ちょっとこう乾いててなんかこの地が見えるっていうか、ちょっとこうカサカサしてなんか粉っぽくなってるから、そういう意味ではちょっとスローはやっぱ薄いんだろうなって、まあ、走れはするけどやっぱその辺の 2,3 千谷を感じるのはやっぱ薄いんだろうなって思ってます。だからスローは濃くしてメインを薄くすればいいのかなって思うんで、とりあえずまずは2段下の110にしてみました。これでしましたね、します。 3回目の走行はそうします。で3番に関してはそれ意外や意外で、これって実は118つけたんですよ。でその走ってる時も言ってたけど、メインジェットが届かなかったから、時間っていうこの期限通りに、でゼファー400の2番3番濃くて1番4番が薄いっていう値をトレースして、でも濃いというかそのジェットが昔 250TR で買った単気筒だから1個ずつしか用意されてないから、とりあえず濃い値を2番が115で残り次に高いやつ118を3番目につけたんですよ。ただ118つけてる割には結構焼ける良くて、これいい感じじゃね、まあ実際これを写真で見たらいい感じだけど、これも若干ちょっと濃いめなんですよ。こうフラッシュ焚かれてちょっとこの辺がなんかよく見えるんだけど、実際若干濃いんですよね。これこの写真で見てるよりかはなんか思ってるかちょっと黒目になるんですよ。この写真じゃなくて実物見ると。だからこれに関しては多分一段下ぐらいでちょうどいいんじゃないか。焼け方はすごい綺麗なんですよね。だから焼け方見るとまあこのままでも絶対いいんだけど、もしかしたらこれまた走り続けてこれが若干どんどん濃くなってくんのかなってちょっと予想もしてるんですよね。いやちょっとわかんないから、まあ安心マージンっていうんですかね、まあここ極端になんか真っ白ではないから、あと1段薄くしたところでまあそんな変わんないかなって思う。むしろあと1段薄くしたら結構鮮やかな茶色になると思うんですよ。だからちょっと今118だけど115つければまあいいんじゃないかなって思うんで、次はちょっとこれ115をつけてみたいと思います。だからこっち3番でね、やっぱのノーマルキャブ Z1 のノーマルキャブでもやってた通りなんですけど、やっぱ3番ってなんか焼けるがいいんですよね妙に。だから何か理由は知らないですけど、やっぱエンジンの状態なのか、多分キャブ自体はこうやってなんか消耗状態がこの今まででこれで3個目でしょ。実際このノーマルキャブも2回入れ替えて、次このゼファー1100のキャブ使ってて、3つとも3番の状態がいいっていうなんか奇跡的なことにはならないから、やっぱエンジンの状態でも焼け方って変わるんだなって思いましたね。こうやって何回もやってると、うん、だからメインジェットの方はなぜか3番をやっぱりどのキャブも共通して3番を焼け色が良かったっていうのがデータとしてこれで出ましたね。だエンジンの状態なのか、ただ圧縮が一番高いのは1番なんですけどね、1番気筒が圧縮が一番高いんですけどね。でとりあえずこっちもあの共通してスロー系とかやっぱ薄めでカサついてて、まあ、ただねこうして見るとスローの焼き方は大体全部共通してるから変なバラつきは出てないなって思います。例えばパイロットスクリューの先端がちょっとなんか針が消耗して燃料が多く吹かれるとか、そういうのがあったりするのかなって思ったんですけど、そこまで大きな差はなんかなさそうですね。だからまあそういう意味で、あ、そうか、次4番があるか。そういう意味ではこの、なんていうのかな、焼け方としては均等性があるんですが、1番2番はちょっとなんか、その3番4番と比べてちょっとなんか焼け方が汚いなって感じがしますよね。で4番に関してもそんな感じで、だいたい3番に似てるんですよ。これに関しても、なんていうのか、4番、だから3番4番なんか焼けるがいいっていうか、これも確かね、その Z1 のその新キャブの方でも確かね、あの4つとも全部被ってやばかった時にも、確か3番と4番だけはなんかちゃんとっていうか、被ってはいたけど、その中でもなんとかして火花飛んでたって感じになってたから、やっぱなんかエンジンの状態になんか影響あるのかな。1番2番だけなんかがあって、3番4番だけ焼け方が綺麗になるなんか条件みたいなのが、なんだろうね、それわかんない。ただ焼け方が極端になんか違うから、3番4番はちゃんとこうやって茶色が出るんだけど、1番2番はやっぱこう黒っぽいんですよね。だこれに関しては今までのキャブのセッティングでやっぱそういう鮮やかな色ってなかなか出てこないから、でも2番は出たことあるけど1番出たっけな、うん、だからそれがわかんなくて、
だちょっと1番に関しては1番に関してはちょっとなんか毎回黒い焼け方してるなって感じがします。で4番だけはちょっとスロー系統が他よりちょっと濃いのか、ちょっとこのかさつきがあんまりないんですよね。まあかさつきがないって言っても、まあ確かにね、かさついてるとこあるから、まあ若干濃くはなってるっぽいんですが、まあ大きくは変わんないんで、まあ同じと、まあ正確には同じっぽい焼き方はしてないんだけど、これ他と比べると、まあ、他よりか若干濃くなってるって感じがして、まあでも実際誤差程度かなって思います。まあまあまあとりあえず大まかには全体と同じって考えてもいいのかなって思って、スロー系とは一緒にまとめて段数上げてって、まあパイロットスクリューの値もまあ大体みんな一緒でいいんじゃないかなって思います。でメインに関してもこれ焼け色が良くて、ただこれも写真で見る感じフラッシュが効いてちょっと明るく見えるんですが、若干やっぱ黒く見えます。なのでこれに関しても1段下でいいのかなって、これ112がついてるんですけど、これも110とかの1段下ぐらいでいいんじゃないかなって思うんで、これも110に次したいと思います。でもしくはでも3番4番確かね、夢調整した時キャブ、それ ゼファー1100のキャブのオーバーホールの時に言ってると思うんですが、3番4番って確かキャブの夢って高かったはず、逆だったっけ、1、2番が高いんだっけ、ちょっとこれ、いや3番4番だったはずだけど、メモでも書いてあるから、ちょっともしかしたら1、2番が高くなっちゃってて、油面がちょっと高めのせいで濃いめになってるとかもあんの、オーバーフローはしてないから全然いいんだけど、油面が高いせいで若干濃くなってたりとかってするのかな、ちょっとそれ確認してみます。3回目の時多分3でも3番4番も若干、まあ規定内には入ってるけど、規定内でも高めではあったけど、なんかね、妙にこの焼き色が違うのがなんかすげえ気になるんですよね。まあ、とりあえず1番2番をどうにか、まあちょっと油面とか確認して、で、まあ、まあとりあえず計画としては今言ったメインジェットの番手に変えて、まあスロージェットは多分3回目やるときにはもう届いてないだろうから、とりあえずパイロットスクリュー開けて、まあ燃料が、混合機をもう少し多く含むようにしてみたいと思います。多分それだったら変わるんじゃないかな。谷がなくなればいいけどね。でもとはいえちょっとやっぱ薄めではあるからね、できれば42が届いたら走ってみたいんだけど、これ毎回だから結局あのインマニ外さないで入れてみたんですよ、入れようとしたんですよ。だからインマニがエンジンについた状態で、まあまあ普通のやり方で、それが普通のやり方なんですけど、インマニがついてる状態でキャブをこう入れようと思ってやってみたら、もう全然入んなくて、やっぱ硬すぎて入れきれないんですよ。だから1個1個がこう硬いから、もう4ついっぺんに入れるってことがもうまず無理で、まあ、あの一応純正じゃないインマニは結構押せば入るんだけど、純正のインマニ結構硬いから、もう一個一個単体で入れないとまず入んないですね。だからもういちいちめんどくさいんですけど、外すときはいいんですよ。外すときは別にインマニから簡単に外せるんだけど、取った後はもう入れきれないです。だからもうこのインマニもいちいち取って、キャブに1個ずつはめて、でここにエンジンにこうつけるっていう作業をしないといけないから、毎回端っこじゃん、端っこはいいんだけど、真ん中の2番3番のインマニの上下のボルトをつけるのがめちゃくちゃ大変です。まあどうやったら中の、なんていうの、このこれ L 字の工具でやるのってすげえめんどくさい。このエンジン下のと下側だよね、下側が本当に回しづらくて、でストロークも短いから、何回も何回もこうつけ直してしょっちゅうこうクイクイやらないといけないんですが、あれなんだっけ、こう曲がる工具あるじゃないですか、あれなんつったっけ、エキスパンションじゃなくてなんつったっけな、そういうなんか曲がる工具あるじゃないですか、あれもこう狭い隙間で入んないから、だから使えないんですよね。だから L 字そのだレンチ、 L 字のレンチでそのなんていうの、ラチェットみたいなのってないっすかね。あの普通のラチェットはここ狭くすぎて入んないから、であのちっちゃいラチェットあるじゃないですか、あの先端だけつけれる、なんかちっちゃい、あのちっちゃいラチェットも入れきれないんで、もうなんていうのかな、本当にその L 字のこの六角がそのままラチェットになってるような工具じゃないと入れきれないんですよ。だからすげえ辛いです。まあやれないことは全然ないんだけど、まあ毎回もっと楽に付け外しできる工具ないもんかなって思うんですが、まあもう文句言ってらんないんで、もうそうするしかないんですけど、まあめんどくさいです。とりあえずガスケットもね、一応何回も付け外しするのって良くないから、でそれ毎回作るのもしんどいですからね。とりあえずもう何回か使いますけど、もうセッティングが決まった段階でまた作り直してガスケットは新品に変えた方がいいんじゃないかなとも思ってます。何回も使ってるとちょっとこの隙間が密着性悪くなって、そこからにじれやすいとかっていうのが全然ありえそうですから、まあそういう意味ではちょっとまあ何回もやるもんじゃないよねって思ってます。
じゃあそんな感じで、とりあえず2回目の走行テストの反省会はそんな感じでした。まあ実際こうやって走れるレベルになったんで、あとはもう自己満ですよね。とりあえずなんか焼き付くぐらい薄くないとか、被るぐらい濃いとかじゃなければいいから、とりあえずに1時間走ってこの程度の焼き色だったらまず合格だと思います。もちろんね、ちょっとまだデータとしては浅いんだけど、1番2番とか、まあもしくはこれがね、例えば6時間とかもっと長いで100キロとか走って、実際は100キロとか走りたいけどね、温度が高くなった時とかもそういうのを含めて、実際こう1日走ってみてどうなるかっていうのが最終的にはなんていうのかな、大きなデータになるんだけど、1時間走ってこのデータが取れたらすごいまあいい値じゃないかなって思います。なのでこれでまあ濃くはならない、おそらく被るぐらい濃いわけではないだろうとは思ってます。だからあとはちょうどいい焼け色ですよね。まあ全体的に焼け色見る感じ薄くしてもいいかなって思うんですよ。メイン系統はスロー系統はまあ濃くした方がいいなって思います。まあこの範囲だったら、これこの今セッティングした値から大きく変わらなければ、まあ基本的にはエンジンの調子としては悪いところまでいかないかなって思うんで、まあ程よいところ、谷を感じなくなったり、まあそうっすね、まあとりあえず焼け色ですよね。焼け色を見て、あ、もうこの、まあもちろんね、もう例えば、まあ、まあ単純にその理由はこの付け外しにあるんだけど、もうめんどくさいっていうのはあるんですけど、まあ焼け色がある程度良くなってきたらもうここでいいかなって、走りに不満がなければもうこのまんまでいいかなっても思うんで、じゃあその辺でできたらもうそこで終わりにしようと思います。だからそろそろこれ最終回も近いんじゃないですか。まあわかんないですけどね。まあその辺までご期待というか、まあ完成させてみせますんでご期待ください。ではでは、ご清聴ありがとうございました。